説明しよう。ハクオールマイティとは、ハクがどんな牌としても使える。もちろんハクを捨ててしまったら全てが不利点。今回対戦するのはこちらの4人。そして実況解説はこちら。町の枚数とか数えられないですね。うん、数えません。はい、一発で、はい、初がロンですね。なんじゃこりゃ。リーチ一発、ドライチ。ドライチですね。7700点。で、アウト。アウト。うわそうですね、富木さんの隠れた才能が。うん。はい、何をいたしました。何曲、親は水口さん、ドラは何です。いきなり3枚3枚とか、やばいね。なかなかないですね。もう2枚わけわからへんのに、うんうん、でも今の3枚はまだ結構、うん、複合系とかになると、うん半分ぐらい同じ色とかだと、もう誰か鎮逸とかやってほしいですね。鎮逸に白2枚ぐらい持ってきたらもう、うん、だいたい上がってる、だいたい上がってますね。でもね、そこまで考えるのは。そう、1枚だとね、まず簡単なんで。これでも飛びやりなんですよね、うん、飛びやり。あ、飛びなしです、液晶は。あ、液晶なし、うん、さあ、今回白があるのはまだ下石さん、下石さんだっけ、だけですね。いや、でも突然途中で来る方が大変ですよね。でもジャガさんが1枚、これペンチャン払いますからね。そうですね。あ、と思いきや3色も切りましたよ。うん、エリーガーダチーベンです。エリーガーの選択。さあ、中林さん、あれ切っちゃった。中林さん、いい三点ですね。あとは途中に来た方が混乱するかもしれません、ね、でも白はこれ、あ、これで一応テンパイです。一応テンパイ、どうしますかね。一応テンパイ、言わんかりゃあわんずきって一回短期にはせず、あ、3色確定形にしましたね。今3ワンと2ワンに流れます、うん、3色のみ、うん、3色のみ。あ、これ、これ振り、あ、振りで見ち、あ、これやっぱ狙ってましたね。はい、必ず一発ツーモの短期、一発目はもう見ないで叩きつけると思うので、はい、そうですね。おー、はい、これちょっと注目してみましょうか。せーの、パン、はい、来ましたすげー。連品一発も3 色, も3色ドラは乗りません。一発も3色、すごい、はい、36000のツモ上がりです。こんな早く見れるとはね。面白い短期がこれ、すげー、はい、でもいい、はい、いいやつ積もりましたね。今だとピーフ取れる。そうですね、ピーフで取れないと20004000になっちゃいますもんね。そう、実はそう、実は高める。うーん、すごい。いや、富木さんの解説がここに来てめちゃめちゃ的確、うん、すごい、よかった。しかし予想通りすぎて面白いですね、これ。スパン、見ずに積もって高め申告。さあ、どんどん進みます。何2曲、親は下石さん、ドラは嘘です。あれ、下石さん気づいたら7400点しかないんですけど。あれ、空気かな、うん、あ、中林さん、また白が2枚あります愛されてる、愛されてる。他の人は吉田さんに1枚、ね、3までね、白持ってる、ね、3までマイティやったりはするんですけど、うん、4までやってるのってあんまり見たことない。いや、3マイティのが大変じゃないですか、うん、早いしね。早いし、あの、絶対にマンズないからごちゃごちゃするし、うん、白持ってる人の勝ちみたいになっちゃう。絶対そうですね、うん、ただ吉田さんがテンポ一番持ってますけど。そうですね、今回は1枚持ってますね。白使ってる時手役できづらいから安いですね。でもね、うん、ドラは乗せやすい気がしますけど。あ、さあ、一応テンパイ取らないかな。テンパイなんですけど、ちょっと一回おしゃれ、おしゃれに言いそうとか。あ、言いそう、おしゃれですね。おしゃれ言いそう、おしゃれ言いそうとか。このままだとね、チーワン、チーワン、チーソー、カンウーソーの持ちになっちゃうんですけど。あ、一応取りましたね。やっぱ取った、やっぱ取りました。チーワン、チーソーのシャンポンとカンウーソー、うんうん、さあ、
中林さんがこれね白2枚でイーシャンテンですねこれ今。うーん、うーん、ここは下石さん白ない苦しい。さあこれでチーソーを切るとウーパーソーになるんですね。ウーパーソーイーソーチーワン、ね、いきますか。ここら辺で、ここら辺で、まあ、それからローソーを切ってつもりさんあんこうとかにするっていうのも一応あ、なるほど、つもりさんあんこうの3面待ちみたいな、うん、打点が欲しければ。ただもうドラもそうだし行きましたね。はい、うん、リーチ行きました。チームさんもこれマンズの本質みたいになってたんですけど、そうですね、これ白持ってきてほしかったですね。持ってきてほしいですね。このルールだとハクは泣けないですね。切らないんで、みんな。そう、中林さんはハク2もあるけどテンパイしません。ドラの嘘持ってきちゃいましたね。これは当たり牌です。うん、ああなるほど、一応封鎖切ると一応テンパイ。そうですね、サブローピンカンチーワン、そうですね、サブローピ ピンカンチーワンだけだけ、あですね、2445ですもんね、うん、サブローピンカンチーワンだけ。うん、さあどうする。リーチには3番、これは取ってる牌です。うん、これ3人麻雀とかでやってると、うん、休めで積もらない人とかも出てくるんですよ。あ、どうせあのさっきみたいなオールずっと無限待ちみたいな時に、うん、休めで上がらないために、うん、なるほどね。いやマイティサンマー面白そうだけど絶対最初できないと思います、うち。怖い。中林さんが、中林さんシビアですね。白2枚持ってチーしてこれで中林さんはさっきと同じですね、サブローピンチーマンのクイタンのテンパイ、ね、はい、うんうん、なんとびっくり1500点、2000点か、はい、太陽ドラ1、2000点ですねいつも白持ってるみたいなそう、そう、氷室さんっていう方は1日に2回白を切りました、このルール氷室さん麻雀めっちゃ強いはずなんですけど、こう新しいことに弱いみたいで。ちなみにあのマスターのオフ会っていうのをやって、実際このエキシビションルールをみんなでやるっていうオフ会やったんですけど、うん、なんか 10何択ぐらい立てて、いっぱい白切った人いました難しいんですねやっぱね、やらへんと分からへん、ねうん、難しいですね、難しい、はい、なお3曲親は吉田さん、ドラは3品です。あ、今回はみこちゃんが、チームさんが2枚持ってますね、うん、中林さんは普通にいてですね、ドラが4つもあります。さあこのギャンカンもね、白が2枚あれば全然怖くないんで大丈夫です。そうですね、これ埋まってないですけど実際イスチーソーの形と一緒なんで、さあ3と5の代わりにしたらね、2差し56ってなるから、これ一番強いのはやっぱりこれを実際に引いてきてどんどん受け入れを広くしていくっていうのがさ、このオールマイティだと、うん、くっつきになった時にすごい強いですよね、ハグがいっぱいあると。1枚の周りの5枚の範囲で、あ、これみたいなやつですよ。ジャントがないのか、ジャントないですね。じゃあジャントができれば穴が開いてるところが全部マッチ範囲になって一応テンパが取れるっていう感じですね。これはダメですね、難しいよ。うーん、あ、矢島さんは、矢島学さんは一回吐く切って不意手になったけどもう一回吐く積もって上がってましたそんなことあるのって言って、あれ、下石さんが普通のイーペーコをテンパイしましたね。お、こんなことしていいんだろうか、負けちゃいました、ね、はい、リーチ行きました。ペンチーワンイーペーコです。64点、ん、64点64点しかない。あ、本当だ、下石さん。
お、中林さん普通に頑張ってますね。さあ、これで、頭ができたからこれで OK ですね。ウーパーソー、カンチーピン、カンリャンピン、そうですね。うん、はい、リーチ行きました。そうそう、カンちゃんがいっぱいあっても全然大丈夫。高めがピンフドライジですね。そうですね、なんと両面の方で上がると高めっていう不思議な、一番高め取りやすいと思ったら吉田さんもリーチ、しかしこれはカンリャンピンに当たります。うんうん、リーチ一発ドライチ、裏ドラは乗りません。あ、これはピンフには取れないので5200点ですね。うん、だいたいこれ慣れてきた頃に終わるんですね。オーラスです。はい、オーラス、親は中林さん、ドラは9ピンです。さあ、ハクめっちゃある人いないかな。と下井さんがまだ補充しちゃいましたけど何にもしてないですね。うん、下石さん、下石さんなんかこすってましたけど今、はい、白1枚持ってます。下石さん今日なんかあんまり目立ってないですね。うん、179回滑ってたから対局室では目立ってたみたいですけど2回終わった時点で90回滑ってるって言ってましたもんね。やばいですね、すごいペースでボケ倒してますね。やっと1回受けたもん、よかった。この後に及んで下石って誰っていうコメントがもう下石さん、下石さんって人がいるんです。下石さんの空気だから誰ってことですね。なるほどね、うん、結局最後までこんな人いたのハテナだった。お、なんか下石さんがマンズで染め出しましたね。下さんがドラドラ。さあ、ここで吉田さんがテンパイしましたね。もうカンサーマンとカンチーワン、うん、もうそのままで上がりできます、ね。うん、そうですね、まあ、一応打点条件として吉田さんは8000で上がり OK なんですけれども、まあ、このまま上がっちゃうかもしれないですね。ちょっと打点がねつきづらいんで、こっから打点つけるの結構難しいですか。まあ単用チートリスとかにしていって、うん、まあ、リーチするとかして積もるですかね。64だったんないのか。うん、さあ、ここがドラドライーシャンテンです。 お、これは嬉しい。これはいいですね。ジーマン本一に白がある形、これは比較的まだ簡単そうですね。お、牛田さんこれはどうする。どうだろう。パー打点作りにはいかない。で吉田さんも多分、うん、なんか牌が重なった瞬間にタイヤ落ち統一とかでリーチ打っちゃうかもしれないですけど、まあそうですね、下地さんがもうマンズ集めてますっていう顔してるんで、はい、マンズ集めてますですね。おお、今これテンパイですね。テンパイパーワン、パーマンを打つとスッチーマン、イーマンチューンの、うん、無事ですね。いきますか。9万。あ、つもり3個にする。つもり3個なの、全然違う。チュンで上がりたいってこと。9万だとまあシンプルにチュン E1 パーワンですよね、うん、これ3個。うん、3個はにはならないから、まあ、チュンで打点をつけたいってことでしょう。3個じゃない、3つ統一があるっていうことを言いたかった。おー、ごめん。さあ、3つ統一がある。間違えた、ごめん。トロさん、左手がちょっと、そうですね、見えないよ、見えない。何してるの。さあ、下井さん見せ場を作れるのか。ここはね、ずっと転売してます、うん、ね、下石さん今シーズンずっと強かったんですけどね、今日はちょっと不調そうですね。このルールでこの川でリーチコラだったらちょっと行きづらいですよね。いやでも吐くあるとね、国士とかもねたまにできてますからね。いや、わかんないです、全然
その自敗とかの枚数よく見てなかったですけど、まあこの顔は嫌ですね。まあマンズ大体当たりそう。さあ中林さん、トンワンコにして天杯カンパーピン待ち。しかしパーピンも場に3枚見えてますね。はい、これ吉田さんが単野をイーペイ広告組の、あとチートイツもありますね。うん、マッチがウーピンスーマンローマンパーマ678万ですね。ああ、ほうほうほう。ウーピンスーマン678万、オッケー。うんうん、今ちょんちょんしてくれましたね。これねみたいな。うん、さあ中林さんがパーソーもポン。吉田さんこれ条件できたんで、積もれば、ま、全部満貫になるやつですね。ね、よくなりましたねこれね。うん、おお、なんとここに来て白の積も。これはチュンに。あ、浦さん、これ浦さん、浦さんに取れるんで、リーズもメンホンチュン浦さんで倍満です。倍満。え、最後にすごいすごい三着かな。ずるでも三着。あれ待って、リーボー出てるから関係なかったですね。三着、三着ですね。はい、いやすごい、ワイマン最後見えました。ワイマン、じゃあ向こうに行きましょうか。マージャンシリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。マージャンに関する動画をほぼ毎日アップしています。ぜひ、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。